こんばんは、梅こと佐藤優香です。今回の企画は秋田県民歌のプロモーションビデオを作ろう。企画の概要はこちら。それでは次パターン2に移りたいと思います。パターン2はですね、秋田音頭と県民歌を探求するというものです。小学校の時にですね、秋田音頭と県民歌について調べたんですけど、今改めて見てみると歌詞を見てもわからないことだったり、詳しくないことたくさんあると思います。そしてですね、自分のふるさとのことを知らずに県外または国外に出ていった時、それについて聞かれて答えられないとかなり恥ずかしい。そして秋田に少しでも興味を持ってくれた県外の人に秋田の魅力を伝えるチャンスを逃してしまうと、そう考えました。こんなにもったいないことはありません。ということで、歌詞に沿って一つずつ深掘りをしていこうと。今まで訪れた場所は2箇所。田沢とともにの田沢湖。どこに来たの？これ、これはあれか、どこですか？こちらですよ、見てください。斜め斜め立つ湖正面の梅ですねすごいなんか北欧感ありません？そしてシュレイムヒナル鳥海山よの鳥海山。どうですか？見え隠れしてますね、頂上が。綺麗に見えませんか？いいところですね。なかなかお気に入りです。そしてここから見る鳥海山は、私的に言うとちょっと今日は雲がかかってるので、あ、女の子っぽく見えますね。恥ずかしがり屋さんなのかなっていう感じと巡ってきました。そして今回訪れたのが、皆さんこんばんは、梅です。聞こえてますか？これ声はとっても最高のロケ日和です。さて今日はですね、県民歌の PV を作ろう企画第3弾でここ小川半島にやってまいりました。これ見て小川って分かりますかね？今日はですね、あの小川生ハゲミステリーを解き明かすという企画を行っていきたいと思います。今回は生ハゲにまつわる3つの場所を巡りたいと思います。生ハゲの歴史や伝説について学ぶことができる生ハゲ館。生ハゲ伝説の一つ、武帝五鬼説の舞台となった五社堂赤神神社。毎年2月に生ハゲ瀬戸祭りが行われる新山神社。まずは知識を深めるため生ハゲ館を訪れます。鬼の伝説があるのは皆さんご存知でしょうか？あ、ちょっとカンニングしますね。昔ですね、小川にいた5匹の鬼たちがですね、村を荒らして悪さをしていたそうです。で、それに困った村人たちはある賭けを鬼とすることにしました。朝までに1000段の石段を作ることができたら、毎年村から生贄を差し出してご飯もあげて待遇してやろうと。それに喜んだ鬼たちは、頑張ってですね、千段石段を作ろうとします。はじめ村人たちは、いくら鬼でも無理でしょうって思ってたんですけど、鬼が意外と頑張るので焦って、ここでですよ、ポイントは、鳥の鳴き真似の上手い人に頼んで鬼たちを騙す作戦に出ます。で、その作戦が成功して鬼たちは999段まで石段を積んで、朝が来たと思って逃げていってしまいます。賭けなので鬼たちはそれに負けて、もう二度と山にから村に降りてこなくなったという伝説ですね。その伝説を私は昔英語の劇でやったんですよね、小学生の頃かな。そう、それを思い出しまして、で、例えば小川の市内って鬼のオブジェがあったりとか、鬼モチーフの橋があったりとか、とってもこう、なんだろう、小川の人々と伝説、距離との言い伝えがすごい違う、言い伝えとの距離かがすごく近い地域だなと
私はずっと感じていたんですけど、どうしてそういう風に感じるのか、今日は3箇所ナマハゲに関するスポットを回って、その謎を解き明かしていきたいと思います。ということで、じゃあ行ってみたいと思います。それにしてもすごい雨、こりゃ来る日間違えたかな。ナマハゲ館はナマハゲ伝説がなぜこの男鹿の地に残るかなど、ナマハゲに関する貴重な資料の数々が展示されている場所です。お、ここもナマハゲですね。こんにちは、よろしくお願いいたします。失礼します。まず入り口を入ってすぐのところに広がる神秘のホール、ここはナマハゲを生み育み伝承してきた男鹿特有の風土を丸木舟など民具の展示映像などで紹介する空間です。まあ入ってきてすぐですが、ナマハゲがお出迎えをしてくれていますね。そしてこの木、木彫りの船か、これもナマハゲ伝説に関係のあるものらしいんですよ。五社堂にあった逆さ杉とか、新山にあった、天然の杉をくり抜いて作ってるらしくて、船はですね、これ一回掘ると100年使えるらしいですね。さすが天然杉。そして一本の木をくり抜いてるから、どこか繋いでるわけでもなくて、釘で打って止めてるわけでもなくて、これなんですよ。それが残ってるってとってもロマンがありますよね。歴史を感じます。では進んでいきます。あ、ハタハタ、ハタハタも男鹿ですね。私一回来たことあるんですけど、その時は確かね、閉館間近だったので、私たち母と来たんですけどね、2人以外お客さんがいなくて、なんかちょっと独り占めしてる感じだったんですけど、今日はガイドの方にいろいろなことを教えていただけるということでですね、ますます男鹿のナマハゲの魅力に気づけることを楽しみにしています。お知らせの後はナマハゲをより深く知るため、ナマハゲ館の解説員の方に案内していただきます。今まで知らなかった面白いお話が聞けちゃうかも。秋田県民歌のプロモーションビデオを作ろう企画 in 男鹿、今回のテーマはナマハゲ。ナマハゲにまつわる3つの場所を巡ります。最初に訪れたのはナマハゲ館。こちらはナマハゲ伝説がなぜこの男鹿の地に残るのか、その元となる貴重な資料の数々が展示されている場所です。館内を解説員の太田さんに案内していただきます。よろしくお願いします。まずここなんですけども、はい、ここは男鹿のナマハゲについて、はい、書かれておりまして、はい、まあ、男鹿のナマハゲは1978年に国の重要無形民族文化財に指定されております。で、ナマハゲ行事は毎年12月31日、はい、大晦日の夜に、男鹿半島内の、各集落で行われている行事でして、はい、現在は約90集落で行事を行っております。で、男鹿には御山がありましてね、はい、この山にはつまりこの地に暮らす人々にとっては御山というところは神様の宿るところなんですよね、はい、つまりナマハゲはお山に住んでいる神様の化身と言われておりまして、はい、つまりお山に対しての信仰的な要素の強い行事ではないかと言われております、はいはい。で、ナマハゲについての文献資料なんですが、まあ、一番古い文献資料は、1811年に旅の気候家で菅井正美という方が、はい、実際に半島の各地区に入ってね、
みたいな名前に書いてもありまして、それが一番古い文献資料となっております。はい、はい、あ、じゃあ言い伝えで今までずっと残ってきたのがナマハゲってことですかね。まあ、そうですね、まああのまあ、この後ご紹介していきますけども、はい、まあ、ナマハゲにはあのいくつかの伝説が残っておりまして、はい、まあ、お山に対しての信仰的な要素といいますか、あの神様が住んでいる場所ということで、人間として暮らす人々として心の拠り所として見ているようですね。あ、なるほど、はい、です、はいはい、ですからナマハゲというものはつまりこう人々にとっては身近な存在として捉えているようなんですよ。必ずあの12月31日の夜にはお山の神様ナマハゲ様がやってきてくれて、1年間の厄払いをしてくれて新年の祝福も与えてくれると、そういったあの今年も1年間まあいい暮らしがといいますか、ね、無事で暮らすことができたのはナマハゲ様のおかげでしたということで、ナマハゲ様に対してお酒を出してお料理を出しておもてなしするわけなんですよ。そういったあの信仰的なね、まあ、要素の強い行事ではないかと言われてますね。じゃあ男鹿の方々は男鹿をナマハゲ様に守っていただいているという感じですか。そうです、そういったあの心があると思います。あ、はい、そうなんですね。ナマハゲ様が来るのを待っているわけなんですよ。歓迎するわけなんですね。はい、ナマハゲ様のおかげということなんですね。はい、あ、そうなん、はい、そうなんですね。私ずっとナマハゲってこう大きい声を出して、うん、急に来るから、はい、ずっと怖いものだと思ってたんです。そうですね、そのように、ね、見ている方たくさんいるようですが、うんうん、まあ、言ってみればそれは鬼ですよね、はい、と見ている方いると思いますが、うん、実はナマハゲは鬼じゃなくてお山に住んでいる神様の化身と言われてますね、うん、はい、なるほど。じゃあまだ怖いと思っている人はもったいないですね、うん、ここに来ないとね、わからない。怖さというのは、はい、つまりいい意味の怖さがあるんですよね、はい、本来人間が持っていなければならない、うん、なんて言いますか、道徳的、うんうんうん、人間教育、うん、そういったものを再認識させてくれているための怖さなんですよ、ね、だから生き物は犬が悪い怖い犬がって探しますね、はい、それが怖さです、はい、そういうことなんですね、はい、あ、今日お話を聞いてみないとわからないことですね、うん、やっぱり貴重ですね。よし、じゃあどんどん次も教えていただいていいですか。はい、わかりました。続いてナマハゲの衣装について教えていただきます。お面や藁を身にまとい特徴的な見た目をしているナマハゲ、神様なのに包丁を持っているのはなぜ。出刃包丁というのは、怠け者の皮膚についているナモミというものを剥ぎ取るためなんですよ。で、じゃあこのナモミというのは何かと言いますと、怠けた人間というのは寒い時仕事しないで家の中にいてストーブにばっかりこう当たって暖を取っていると、はい、あの皮膚に赤い模様つきますよね。この赤い模様を方言でナモミと呼んでおりまして、これがつく人は怠け者ということで、手に持っている包丁でナモミを剥ぐ、ナモミ剥ぎ、ナモミ剥ぎがナマハゲの語源なんですよ。うん、なるほど、うん、ですから、まあ、当然剥がれると痛いですけどもね、はい、まずはあの痛いもしたくなかったら怠けるなよということと、うん、あの年越しの晩ですね、1年間の最後の夜やってくるんで、はい、そういった人間についている悪いものをナマハゲこう全部きれいに剥いでくれるんですよね、うん、で次の日から始まる新しい年、今度はナモミがつくような怠けた生活暮らしはするんじゃないぞ、真面目に生きてきなさいってことなんですよ。はい、であの五兵衛といいますのは、ナマハゲはあの神様の化身と言われておりまして、はい、あの宮司さんね、神主さん五兵衛持ち払いますよね、はい、それと同じような意味だそうですね、はい、払って歩くですね、はい、あとは面ですけども、これはあの後ほど今お面の展示コーナーありますので、はい、そちらでご紹介します、はい、お面はこういろんな種類がありましてね、あの地区ごとに全部違っております。あとは毛でですね、これは手、ね、着ている衣装のことなんですよ、はい、この毛でも様々なんですが、まあ、あの藁製で作ったね、衣装を着ているところが多いんですが、そういった意味ですね、これもね、着ると言いまして、あとは葉巻ですね、足に巻くやつです。あ、藁靴、履物ですね、こういった紹介をしております。はい、はい、あ、そうなんです。やっぱり方言が残っていたり、うん、方言が語源でナマハゲになったり、やっぱり地域と近い印象がすごくしますね。そうですね、うん、はい、じゃあ次お願いします。藁の服や藁靴が雪国ならではなのかなと思いました。お知らせの後は
ナマハゲ伝説について学んでいきます。秋田県民歌のプロモーションビデオを作ろう in 小賀。今回の探究のテーマはナマハゲ。最初に訪れたのはナマハゲ館。こちらはナマハゲ伝説がなぜこの小賀の地に残るのか、その元となる貴重な資料の数々が展示されている場所です。そしてその館内では世界でただ一人ナマハゲの面彫り師石川千秋さんによる手彫り作業の実演が見学できます。素材は樹齢20年から30年ほどの桐の木を使用し、一つのお面を作るのに1ヶ月以上かかるそうです。触らせていただきましたが、切りたての木で作る面は水分を含んでいて、しっとりずっしりと重かったです。まるで面が生きているかのようでした。ここからは4つのナマハゲ伝説をご紹介。まあ、そうですね、ナマハゲの伝説につきましては、まあ、主な伝説4つありまして、はい、ここにはあの4つの伝説を紹介しております。はい、まず1つ目なんですが、武帝ご季節といいまして、うんうん、まあ、これはあの、昔あの菅野武帝が、5匹の鬼を連れて小賀半島に渡ってきたんですよ。はい、だけどもその鬼たちが、村里に降りていってね、悪いことをしたわけなんですね。うんうん、まあ、それであの困った村人たちは鬼を追い返すための考えをしたわけなんです。それは、一晩で、この村から御社堂までね、1000段の石段を積むことができたら毎年ね、まあ、村の娘を差し上げますと。まあ、できれば、二度とできなかったら降りてくるなってことなんですね。そういった賭けをしたわけなんですが、まあ、早速あの夕方になりまして、日が暮れまして、鬼たちはもう一気にこう石段積みにかかったわけですよ。でも夜が明ける前までにもうとっくにもう999段まで石段を積み上げてしまったわけなんですね。これにはびっくりした村人たちは、これは困ったもんだということで、村の中で鶏の鳴き声のうまい人に鶏の鳴き声をしてもらったんですよ。でこれを聞いた鬼たちは、あともう一段で1000段を積むことができたのにということで悔しがってね、もう怒ってしまいまして、そばに入っていた大きなあの杉のね、はい、大木を引っこ抜いて、うん、で真っ逆さまに地面に突き刺して去っていたと。はい、でもうずっと落ちることはなかったということなんですね。だけども後々その村人たちを考えたんですが、つまり鬼たちを騙したわけですよね。はい、騙したんで、鬼たちのたたりがあるんじゃないかということでね、恐れまして、うん、じゃ あ, あの村の若者たちを5人をね、毎年ご馳走しましょうということで、山から降りてきてもらって、それにご馳走しておもてなしをしたと。これがナマハゲではないかという伝説なんですよ。うん、はい、鬼のたたりが気がかりでやったんですね。そうですね、これ門前地区にありますね。うん、よく皆さん聞いたと分かっていると思いますが、御社堂の伝説なんです。999段の石段ですね。はい、の伝説です。はい、冒頭で私が紹介した伝説でしたが、その後のエピソードがあることは知りませんでした。やはり自分で調べても出てこないことがナマハゲ館では聞けるので面白い。そして伝説は他にも。2つ目なんですが、はい、まあ、異邦人説ですね。はい、これはあの、まあ、あの外国人なんですが、うん、昔あの小賀半島沖を航海中の、ロシア人かスペイン人の、ね、乗った船が式でこう難破しまして、うん、小賀の島にこう流れ着いたんですよ。はい、流れ着いたんだけども、その外国人がお山に登っていて暮らしていたんです。で、里の方に降りてきた姿が、これがあの、ね、体格が大きいものですから鬼といいますか、ナマハゲではないかという説なんですね。はい、つまり外国人の伝説ですね。はい、小賀がさっき海と交流がそうですっていうのがここに出てるわけです。関連性ありますね。あ、はい、すごい、なるほど。あ、じゃあ山の神話も、3つ目なんですが、山の神説といいまして、これはここの新山地区のナマハゲの伝説でして、はい、先ほど申し上げましたが、
まあ、あのお山にはお山の神様が鎮座するということで、うん、それがナマハゲということなんで、まあ、あのナマハゲは赤神様の使い使者ですね、使者として山から降りてくると、その姿がナマハゲではないかということなんです。つまりお山に対してはお山の神様に対しての信仰ですよね。この伝説なんですね。はい、新山地区って地区ごとにもちょっと違ったりするんですかね。違ってますし、そして新山地区のナマハゲにはね、お面には角がないんですよ。あ、そうなんですか。ですから鬼のようなイメージはないですね。はい、はい、で4つ目はこの紫面者説ですね。はい、これは山伏なんですよ。はい、昔からまあ、ここにお山にありましてね、新山本山とお山がありまして、はい、実際にお山にはたくさんの山伏たちが修行のためにいたらしいんですよね。はい、でその山伏たちが火事祈祷のために降りてきますよね。うん、で家を回ったりきますよね。その姿がナマハゲではないかという、つまり紫面者説ですね。はい、さっき、はいはい、さっきあそこでお寺がたくさんあったのを見たんですけど、はい、そうですそれと関連が深い、はい、そうですね。昔ね、お山にはね、たくさんの寺社ですね、はい、お寺さんとかね、あったそうですよ。はい、なんか全部納得しますね。ここまで来るのに、うん、男鹿についてちょっとずつ見てきた情報と、うん、そうですね。うんうん、で4つの伝説ありますが、はい、共通事項があるんですよ。それ共通点というのはもう気がついたと思いますけども、お山なんですね。そうですね、みんなお山から降りてくるんですよ。うんうんうん、これがナマハゲですね。あ、はい、じゃあ男鹿地区の地形とも関連している伝説だ、ね、はい、ということですね。はい、やっぱり地域とこうすごく関連が深い伝説がナマハゲっていうイメージがどんどん深まってきますね。各地区の特色が生かされた異なる伝説があって、ますます謎が深まります。迷信検証団団長の梅はたまらなくロマンを感じています。そして次回は、それでは2カ所目の五社堂にやってきました。五社堂は石段が実際にある場所と言われているので、その千段の石段を実際に歩いて五社堂まで登り、鬼たちがどんなことを考えて、どんな気持ちで、どんな風に階段を作ったのか実際に歩いて確かめてみたいと思います。大変です。じゃあ新山神社にやってまいりました。新山神社はやっぱりですね、ナマハゲをなんだ勉強する上では欠かせない場所かなと思います。なぜならナマハゲ瀬戸祭りがある場所だからです。瀬戸祭りについては上に行ってからいろいろ話していきたいと思います。それでは行きます。懐かしいな、なんか受験の前に来て、確か新山神社に絵馬を描いた記憶があります。お楽しみに。